お疲れ様です。今日最後じゃ10月のバランス調整が確定しました。というわけでね、早速紹介していこうかなと思います。じゃ今回多いんですよね。17枚かこれ。はい、まあ、あるというわけで、まあ、1枚ずつね、はい、丁寧に説明していこうかなと思います。その前にね、アップデートが来て結構ねゲーム内変わりました。軽く紹介できたらなと思います。そのデッキスロットね、自分が今セットされてるデッキはこのバトル開始画面の横で今枯渇デッキだよみたいなのがね分かるようになりました。なんかデッキ間違えたとかね、そういうのがなくなるのかなと、まあ、ちょっとありがたい、はい、分かりやすくなりましたね。あとラッキーボックスも変わりました。仕様がね、まあ、星1から星5、まあ、今までとその辺はなんか似たような感じなんですけども、単純に一つの箱のクオリティが落ちました。はい、まあ、これは残念な話ではあるんですけど、代わりに1日に入手できるね、ラッキーボックスの数が、まあ、3つまで、はい、に増えたんで、まあ、合計で言うと得になりましたっていうね。はい、まあ、無課金や美課金勢からしたらありがたいね。毎日コツコツ集めるのは大事かなと思います。俺はね、今のところ星4からね、ウルトラが8枚だったかなとかは出ました。あと見たのはね、チャンピオンがね、それこそ7、8枚出るだとか、星4でね。また星5か星4か忘れたんですけど、普通に進化のね、ワイルドシャードが6枚。ロイ・ジェイのシャード6枚一気に出たとか、なんかそういうのも見たので、でも意外と豪華なんだなっていう。結構当たりがあります。まああと星4でもなんか4万ゴールドみたいなヘッボイのもあるんですけど、まあそこはちょっと運かなと。ラッキーボックスはちょっと楽しくなりましたね、はい。今無料でもらえるんでね、毎日開けましょう。とかかな。あとは何も知らねえな。何が変わったんだ。いやでもそんぐらいからなんか見た目で変わったのは、かなと思います。はい。まあほんと新規勢ね。はい、まあユニレベ乾燥しない勢とかにはものすごいありがたいアップデートかなと思うので、皆さんコツコツね頑張っていきましょう。で今日はですね、こちらの記事を見ながら、説明していこうかなと思います。でこの記事はですね、カブトムさんですね、はい、まあ、知ってる方も多いとは思うんですが、主にねバランス調整かな、はい、アップデートとかをまとめて記事や動画を出してくださってる方です。はい、いつもね最速かつもう丁寧にね、全てをまとめてくださってますんで、ツイッター、YouTube ね、概要欄に貼ってますんで、マジでフォローし得です。俺も一応公式クリエイターなので、まあその、みんなよりはね、事前にバランス調整内容とか知ることはできるんですけども、いつもカブトムさんから、はい、わかりやすいんでね、情報入手してます。はい。まあ早速ね、はい、見ていこうかなと思います。17枚のうち、下方が9枚、上方6枚、まあリワーク2枚の計17ね、多すぎるね。まずボンバーね、俺もまだ見てないんで、どうなんのかなっていう。結構楽しみです。はい、見ていくのがね、まず1つ目、ボンバーがダメージが下がる。まあなんか誤差だな。まあ進化ボンバーも優秀だし、通常ボンバーもまあ強いんでね、結構使われてはいるしな。あ、でもスピリット系がさ、ワンパンできなくなるのは結構痛いな。やっぱ今までね、アイスピとかエレスピとか出してきたのワンパンできて事故が起きたのが強かったんで、なんかアイスピとかで凍らせやすくなると、まあペッカボンバーとかゴブジェイボンバーとか形組まれても、まあ対処が楽になるな。バーブリアンは変わらないよと。まあちょっとでかいな。逆を言うとスピリット系の価値が上がるよね。アイスピやエレスピでボンバー止めれるっていう話ね。続いて2枚目、ダイナマイトゴブリン。HP50% 後の稼働時間が短くなるよと。まあ、だから走ってからの HP 減るのが早くなったって感じかな。タワーへ突撃するのが、まあ、しにくくはなったって話ですよね。まあ、強すぎたもんな、こいつ、シュレックくん。ほんで、行かれてたんでね。まあ、なんか使われるだけそんな多くはなかったんですけど、まあ、冷静に見るとぶっ壊れだったんで、はい。この火砲もでかいですね。さあ、続いて3枚目、ボイド。ターゲット1体のダメージが472から320。え？下がりすぎじゃね？え？ 1 体へのダメージが、今までは多分1体だった 472×3 だったのが、320×3 になるってことだもんね。え？おお、え、やばいな。32%ま？ウィザード今まで2発で倒せてたのが3発かかるよと。おお。え、限界突破ウィズ3発でも倒せない。やばいね。アーチャークイーンも3発でも倒せないとかってか、まとめるの？わかりやすすぎるだろ。え、やばいな。ムートも、3発で縦破壊。ああ、やっと壊れるみたいなね。まあ、単発で全て当たればなんで、しかもここにね、延命とかがね、入ってくるって考えると、アーチャクイーン、ちょっと復活するんじゃない？ここ最近アーチャクイーンプラスのロイフグデッキとかも流行ってるんで、まあ、その辺がもっともっと評価が上がるっていう話ね。
で来シーズンからライトニングドラゴンの進化もまあ出るっていう部分で、まあ、ライドラ圧着衣その辺がねボイドで仕留めにくいてか仕留めれないってなると、まあ、ライトニングとかも帰ってくるからこのボイド自体がねちょっと終わるんじゃないか。だいぶ変わるな。オーブンゴブリンの小屋とかはもうオワコンカードなんてどうでもいいでしょう。誰も興味がないでしょう。ババ小屋とかもうなんかあったんっていうかわいそうなカードだからな。あボムタワー3発でも壊せないのか。なんかそうなるとボイドちょっと弱、ちょっと弱い。うん。ちょっと弱い感ね。あるっすけどね。まあどうだろう。まあライトニング、まあ普通にポイズンウッドとかいろんなね、呪文構成が増えてくるんじゃないかなと。まあボイドがちょっと減るね。続いて限界突破迫撃法。おー、初撃が0から1に。これはなんかあれだよな。通常の迫撃法はユニット倒して、よし、次のターゲットを探すぞ、みたいな感じの、竹取りだったんですけど、進化迫撃はもうユニット倒した瞬間に強制タワーみたいなね竹の取り方してたら事故りやすかったんでね、まあ、それがなくなるんだな、まあ、結構ありがたいな。迫撃もなんか強すぎるんでね、正直いつかほうくんのいつかほうくんのと思っていたんで、めちゃくちゃいい加法だな。まあでもこれでも全然強いと思いますけどね、なんかそんな変わんのかっていう、まあ、事故はねだいぶ減るな。ここ最近迫撃法にさ、なんかボコボコにされてたんだ俺、ありがてえわ、嬉しいっすね。続いて、限界突破ペッカや、まあ当たり前か。死亡時回復、敵倒した時の回復量が471から376。おー、まあ結構下がるか、結構下がるか、結構下がるけども、みたいな。いや、なんか別になんかそんな、まあ、ぶっ壊れからまあちょっと強いかもねぐらいな感じになるぐらいじゃない。そんなオワコンとかにもなんないよな。おー、いや、なんか、全然。もっとやれよ。ペッカ使いの皆さん、ちょっとごめんなさい。マイナス 30% とかでもいいんじゃねえかっていう。うん、いや、まだ全然ね、多分 HP の 10% とか、10% いかないぐらい回復するんじゃねえかなと思います。まあ、普通だな。ちょうどいいとか、うん、まあ。もっとやっていい。ああ、でも確かに、進化ウィザードや進化ザップ、まあ、ボイドとかか。まあ、なんか全体的にペッカデッキが加工されるっていうイメージね。まあ、なんかポイズンザップとかね。ファイブザップとか、そっちのペッカが返ってくる可能性はあるね。さあ、6枚目、進化テスラ。いや、ま、パルスがね、壊された時のパルスがなくなります。いや、これ結構でかいけどな。なんかテスラがあったからこそのね、進化テスラだからこそ守れてたシーンってめっちゃあると思うんですよ。そこすごい変化だな、これ。まあ、代わりに通常時のテスラが強化されるっていう。いや、これいらないけどな。そしたらもう進化テスラじゃなくてみんな通常テスラで使ってさ、進化はこう別にね、使えるわけじゃん。ナイトとスキャをさ、進化させて、まあテスラは通常でね。てか通常テスラが強くするのちょっと話が違えんだよな。進化テスラの加法はまあ正解だと思いますが、ちょっと通常テスラが逆に流行りそう。まあこれによってね、大型のゴーレムとかロイジェイとかがもうちょっと輝けるようにはなるんじゃないかなっていう気はしますね。はい。8枚目、限界突破ウィズ。さあ、ノックバックね。シールドのノックバックが4から3に。ああ、もう小さな顔だな。まあウィズのね、縦剥がれた瞬間にバチボコぶっ飛んでったのが、まあちょっと控えめになるか。でも3マスの時点でも結構ノックバックしますね。はい。まあ、正直、ここにさ、ウィザード魅力を感じてたわけじゃないやん。正直ね、うん。まあ、魅力を感じてた人もいるかもしんないけど、まあ、そんな誤差だな。全然ウィザード強そうだな、まだまだね。続いて9枚目、ラスト加法がブラスター。初撃が 0.6 くらい。おー、遅くなんね。で、ダメージも下がんのか。おー、いや、結構痛いね。俺最近ブラスターしか使ってねえんだよな。初撃か。攻撃速度自体は変わりませんよと。はいはい。まあ攻撃しだしてしまえばあんま変わんないけど、まあダメージが落ちてんのか。うわ、これ結構でかいな。なんかブラスター、初撃が 33% がね、だいぶ遅いよ。撃つよ、撃つよで撃つよっていうね、遅えよってなりそうだもんな。まあ、おとなしくプリンセスタワー使いましょうって感じか。ああ、で、現在の使用率がこんな感じか。ああ、まあ、プリンタワー増えそうね。まあ、けどなんかデッキによってはまだ前ないこともなさそうな気もしなくはない。うん。
ってことで、今からが強化と10枚目ゴブリンの呪いが、マイボダメが25から30。まあめっちゃちっちゃいな。めっちゃちっちゃいけどでかいのか。え？あ、スケアコウモリ4秒から3秒で処理できるようになる。これちょっと強いな。槍ゴブリンも6秒から5秒。いやでも誤差か。いやこれでゴブリンの呪いが増えるかって言われたら怪しいな。スケアコウモリぐらいにしか変わんないもんな。なんかマジ微妙だな。まあ物好きが使うかなぐらいか。あ、でもまあスケラの防衛とかね、なんかそういう部分だな。あ、めっちゃ強くなりそうね。ちょっとあるか。難しいな。楽しみだな。11枚目ゴブリンマシン、 HP がまあ100ちょっと増えるか。お、結構強そうだけどな。ぶっちゃけ今マルチ上位はね全く見ないっす。はい、多分世界ほんとトップ300とか400でも1人いないんじゃない。マルチトップ200ではねゼロだと思います。はい、見かけたことありません。まあけどここにもね書いてますけど、前回のバランス調整でロケットの発射速度が上がってるんで、そう別に弱くはないんですよ。弱くはないけど、まあ環境にね適してない、だから使われてないイメージありますけど、 HP 増えたら結構可能性はねあるんじゃない。それこそゴブリンの呪いとのね組み合わせも強いと思うんで、マシン呪い戦術のね、まあペッカとかまあちょっと出てくるかもしれないね。そう、12枚目スケルトンバレル、死亡時ダメ13345。え、これ強ない？ちょっとスケバレのねタワーに届いただけで145ダメよ。結構でかいよこれ。まあスケルトンバレルが使えるデッキ自体結構少ないですけどね。メガナイトコアツ使い、いやこれでね神環境が来ないんですけどね。この程度じゃね、メガネントコカツはね、はい、頑張れないんですけどね。まあでもでかいんじゃないですか。結局ね、タワーに届く前に壊せばね、意味ないんでね、施設とかで、ね、壊せばね、対処しやすいっていうのは弱点ではあるんでね。まあでも、おもろそうなね、強化っすね。はい、次13枚目。ステルスブッシュ。え？ブッシュ本体の移動速度が遅いから普通。ん？え、速くなるのブッシュ。え、あんだけさ遅いから良かったやん。え、これ強化な。いや強化ですね。移動速度が速くなる。ああ、まあでもタワーには届きやすくなるのか、あ、強いのか、あ、そっちの方がいいのか、そっちの方がいいのかな。いやわかんない。なんかブッシュさ遅すぎてさ、遅すぎるがゆえに対処しにくかったんだよな。それがちょっと強いみたいな。対処、ま、いや、まあまあまあ、ちょっとこれは使ってみなきゃわかんねえな。超弱く感じるかもしんねえけど、普通に高回転で端前から物資来るだけでだるそうだしな。ちょっと楽しみだな。でも遅いのも魅力的だったな。14枚目、限界突破ゴブリンの檻。檻の毎秒ダメージが、10% 上がる。閉じ込めてる間ってことかな。閉じ込めてる間の攻撃速度も上がるし、ダメージも上がるんだ。え？めっちゃ強いやん。いや、これ結構強そうじゃない？え、結構強ない？防衛で、まだ壊れるまでに今までよりもね、ダメージ与えてくれる、活躍してくれる。いや、ちょっと流行りそうよね。それこそ進化テスラがね、弱くなったら、守りがきつくなりそうなところを、ゴブリンの檻でね、ゴーレムやロイジャイア、守れるよっていう。ちょっと魅力的に感じもしますが、まあ、通常テスラでもいい気もする。15枚目、限界突破ゴブリンドリルですね。はい。これはリワークか？ 2 度目、3度目のダメージとノックバックが削除。2度目、3度目のダメージとノックバックが削除。ま？え？生まれてきた時のさ、ゴブリンドリルのあの、ダメージがなくなるんだ。ノックバックもなくなるんだ。え？ちょっと言わない？ 1 回目のね、出現時の強制ダメージしか入らないんだ。結構完封されやすくなるね、ノックバックもなくなるなら。枠ゴブリン配置時間追加、潜伏時出現ゴブリン1、なんかむずさあ、2ニョッキ3ニョッキの部分がリワークされますと。いやね、そう、防衛めっちゃ簡単になるぞ。出現ダメージね、いやマジ余裕でスケとかでもなんか拾えるぞ。スケ、まあゴブリンか。うん、湧いてくるゴブリンの配置時間が設定されるのか。じゃ結構対応しやすいんじゃね。え、俺の超お気に入りドリルが、進化テスラ進化ドリルドリーム掴んでやってきてんのに俺。え、うわー、ドリルドリーム終了のお知らせっすみな。まあドリルもじゃあ進化じゃなくてよくなるのかな。もう
進化ウォールブレーカーのゴブリンドリルとか、まあ、進化バレルのドリルとか、なんか別で進化を使えるって話ね。ああ、これだと弱いままなので、あとバランス努力3ニョッキに破壊時に湧くゴブリンが1体増えますよと。いや、まあ弱いな。え、全然弱いわ、ドリル。まあでもドリルデッキだから、進化ナイト通常ドリルとかね。だからナイトスケ進化のドリルとか、あとロケット方針ナイト進化とかね。なんかロケ砲とか、なんか他の進化の価値がちょっと上がるかもね。まあそれこそボンバーとか、ボンバーまた増えんのか。進化ドリル使う必要がなさそうね。他に進化を使えるっていう部分ではおもろそうね。進化が散らばるかな。16枚目限界突破ザップ。おお、ザップ回数が3から2。いや、これはなんかね、見ましたね。けど、ダメージが上がりますよって話ね。3発ね、スタンさせて時間を稼ぐのがやっぱ強かったんだよな。ダメージ2回目がでも 100% 強くなるが、ダメージ量は変わんないんだな。うん。いやー、まあでも3回スタンできるのかな、絶対強かったんだね。リワーク、ああ、そうね。間違いなく下方ですね。まあでも、まあでも強いか。まあでも強いのか。3回止めれない、2回止めれるだけでも十分かもね。全然まだまだ使われそうな気もしますね。さあ17枚目ラストか。マジックアーチャー、あ、バグ修正なんだ。 HP が 1? これ 何が分かんねえな。うん、あ、レベル11とレベル15のなんか噛み合いみたいなやつですね。まあこれはただのバグ修正なので、マジアーチャー何も変わんないですよと。優長性ね。いや、17枚やばいね。変わりすぎるね。まあなんか事前に発表されてたやつがあって、それとはまたなんか多少変わったみたいな感じなのか、今回がね。まあ振り返ると、環境で取り場強いやつらが全員下方か。ドリルとまあペッカ関係ってことは、それ以外で今強いデッキが強いと。まあ迫撃砲強そうだな。来シーズンもだいぶ前そうだな。迫撃やクロス、あ、でも、うん、テスラが下方かはクロスだ。まあ迫撃強そうだな。あと単体で強いのはラムライダーとかもね、今めちゃめちゃ強いんで、まあこれで進化メガナイト、進化メガナイトが参る環境が来たらものすごい楽しみではありますが、どうなんでしょうってところか。強化あれよって、メガナイト強化なんでないねんっつって、はい、思うんですけど、我慢しようかなと思います。まあもしかしたら来シーズンね、暴れられる可能性はあるんでね。あと他は、まあ結局ボンバー、進化ボン、その辺は強いかな。進化ボンバー、進化スケは強そうですけど、まあでも一番やっぱでかいのはブラスターかな。ブラスターがさ、加工されるだけで、プリンセスタワー関係になるんですよ。もうプリンセスタワー関係になるだけで、もうなんか本当に別ゲーかよっていうぐらいクララは変わると思うんで、そこはものすごい楽しみだな。マジでね、神環境が来る可能性があります。はい、めちゃんこ楽しみっすね。あと新カードとかもね、出るっぽいので、まあその辺もね、出たら紹介できればなと思います。以上かな。はい、ってことで今日はね、この辺で終わろうかなと思います。まあカムトブンさんのね、チャンネルも俺のチャンネルも登録ぜひお願いいたします。ではお疲れ様でした。またね。